どうも皆様、ブランジェリー幸男へようこそ。今日ね、パンやるわ。あのね、今まで結構今までの動画の中でなんか前とかやった時にパンがね結構登場してきたんだけど、いつぐらいかな、1ヶ月ぐらい前かからなんかね、うちの奥さんがすごくパン作りにハマりだして、うちにあるパンはもう買ってくるパンじゃなくて完全に自家製のパンでもう全部やっちゃうっていう感じになってきてて、今回作るパンは、カンパーニュっていうもう本当にすごく基本的なパンで、基本的なパンってなんだまあ本当にサンドイッチとかも使えるし、なんかいろいろつけたり食べたり、なんだり飲んだり食べたりできるやつなので、シンプルなパンです。非常に今回初めて1から10まで全部雪を自分で作ってみようと思って、そう、それをちょっと今回途中手伝ったりしたことはあったんだけど、全部自分でやるのは初めてだからどうなるか分かんないけど、それをちょっと皆さんにご紹介したいと思います。結構パンはやっぱり時間はかかるけど、材料はすごく簡単なものできるし、まあそんなにね、変な難しい工程踏まないでも結構できるから、一緒には作れないけど一緒には作れないけど、参考に作っていただけたら嬉しいので、最後までよかったらご覧くださいませ。それでは行きましょうか。ブランジェリー幸男を噛んじゃった、すでにブランジェリー幸男の第1回目でございます。ぜひともご覧くださいませ。それではレッツパン、違う、まあいいか、行こう。まずはね、粉類を測って入れていこう。こちらリスドール、これ純強力粉ってやつか。これは 190g、 よっしゃ、ぴったんこ。はい、次は全粒粉を入れます。これはね 40g かな、うん、分量を正確にやらないといけないって今言われたので正確にやりますみんな知ってるって、そんなことみんなそのこと知ってますよね。はい、ダメダメ、今39だわ、 1g 狂ってる。 OK、 全粒粉40、そう、こちらライ麦粉を入れます。はい、これも 20g かな。ね、ライ麦粉はね、なんかちょっと酸味が出るから入れるっていう感じらしい。なんか結構ね、酸味があるパン好きだから、うちはこれを入れていきましょう。 20g か、こんなもん。全然だ、9だ、もうビビりすぎてる俺今いやー怖いな、怖い。まだかー、あーやべえ、おい、なんかこれいつの間にかこっちをすくってる間に20になってるっていう不思議な現象が起きたけど、まあこれでいいだろう。よし、これを入れて、そしたら、ドライイーストを入れていきましょう。これね、これ結構この前買ってきたやつで、これで、まあ、何個か作ったんだけど、これすごくいいね。めっちゃいいかもしんない、これ。なんか、結構、ハードパン。なんかちょっと言い方おかしくなっちゃった。ハード系のパンを作るときにはこれがすごいいいらしくて、うちはそういうパンが好きだから、これを使ってます。すごくいい具合にできる。なんか、Amazonで買ったのが多い。なんかさっきの強力粉、純強力粉か。もうアマゾンで買ってるし、これもね、アマゾンで売ってるらしいから、まあ、こういうのも、買って揃えれていくと、なんかパン作りが楽しくなってくるよね。だから、ちょっと本格的な感じするじゃん、これだと。よし、これはね、2g だ。はい、そしたら、ドライイーストはね、この端っこの方にちょっと入れとこうかな。端っこの方に、スワッと。はい、では、お次はね、モルトシロップっていうのを加えます。まあ、これは本当になんか、専門的なやつだから、本当にパン作りにしかうちも使ってないから、まあ、これはね、もちろんなければ、砂糖とか蜂蜜で代用はできるんだけど、ただこれを使った方が、すごく発酵がよく進んで、焼き色もすごい綺麗になるんだよね。だから、これかなりね、重要だと思ってます。我が家。ということで、これをやろう。まあ、しかもね、これね、1g しか使わないっていう、これを 1g 取るっていうのが難しいっていう、あれなんだよね。よし、ちょっと頑張ろう。よし、取ろう。よいしょ。はい、まあこんな感じなんだけど、まあね、まあ、水飴みたいなもんなんだよね。要は。要は水飴です。なんかべっこうみたいな香りするし。よし、じゃあこれ 1g 取ろう。こんなもんかな、ちょっと測ってみる、これで、ね。試しに。このぐらいいってみましょう。
2グラムだー。よし、こんなもんだろ。いけ。1、オッケー。ベッチグー、ベッチグーです。今度は水をこちらに165グラムですね、入れていきましょう。頑張れ。いけ。ギリギリ足りなーい。はい。いかないんかい。5になんないよ。4か6になっちゃう。どういうことなんだろう。まあいいや。そしたら、この中で、モルトシロップを溶かして、はい、じゃあある程度溶けたので、さっきね、入れたこちらイースト部分に水をババッととりあえずかけます。いきましょう、レッツゴー。はいはいはい。塩よ、塩。お、塩 4.5 なんだけど、一気に今4いったな。4と5の間ぐらいでしょ。4から少しいけばいいんだけど。こんなもんかな。OK、これでいいでしょ。はい、まあ、本当は最初に塩入れとくんだけど、ちょっと忘れちったから今入れるわ。本当は最初に入れるときは塩とイーストは接触させないようにしてください。接触させるとなんか酵母の働きがなんか死んじゃうらしくて、塩とイーストは別の場所にこうね置くっていう感じでやってください。本当はね、今混ぜてるけど。本当は最初にやってください。はい、まあね、基本的にもうね、なんかボウルの中でとりあえず最初はやっちゃいますね。手が折れるかな。本当はこねた方がいいんだろうけど、どうにかなっちゃうから、これでよくこねて、どんどんグルテンを活性化させてねっとりする感じね、していきましょう。まあ大体5分ぐらいこねる感じですね。で、伸びが良くなってくるまで頑張りましょう。まあこの辺はね、もう人それぞれだから。本当にちゃんとしたやり方あるんだろうけど。まあこの辺はね、各家庭によって変わってきます、やり方は。もう叩きすぎる。よし、いい感じ。いい音してる。よし、じゃいい感じに粘ってきたので、まあちょっと丸く形を作って、30分休ませて、で、そこでちょっと中の空気一回抜いて、パンチ入れてね。パンチ入れて、で、また30分休んで、もう一回パンチ入れて、っていうのを、繰り返し、2回繰り返して、そして発酵に入っていきますね。まあ、1回30分休ませよ。ちゃんと休ませた方が生地が強くなるらしいですよ、どうやら。はいよ。はい、それでは、30分経ったので、開けて、で、パンチを入れます。パンチ入れるっていうのは、なんかこれ、またもう一回ギュギュってやるってことだね。あ、おい、すごい、粘り気が出てきてる。よいしょ。よし。1回、こう、グッと持ってやって、ポンと。で、もう一回これを、30分置いてからパンチを入れる。そして発酵に移ると。そうすると生地が強くなると。そういうことですね。まあ、面倒だけど、これは絶対やった方がいいってことだね。もう一回30分休ませましょう。そして、また開いて。で、ガス抜きだね。パンチを入れて。よいしょ。ああ、もうすごく。おお、いい感じなんじゃないこれ。あ、でも香りもちょっとしてきてるね。発酵してる感じの。まあ、こういう丸める感じで形を作って、ここからちゃんとした発酵、本発酵に入りましょう。一次発酵に。まあ、大体これがね、2倍から 2.5 倍ぐらいまで膨れるぐらいまでやるんだけど、まあ、今ちょっと寒い時期だから、まあ、ゆっくり発酵するから時間かかるかもしれない。はい、それでは一次発酵が終わったというかな、というか、なんか起きすぎたらなんかちょっとなんかプクってなってきちゃった。これ大丈夫？ちょっと起きすぎちゃったかな。まあいいや。よし、とりあえず一次発酵終了なんですけど、よいしょ。はい、でまあとりあえずもう一回ガス抜きをすると。よいしょ。ああ、よいしょ。あ、いやー、香りがやっぱり発酵した感じは出てるね、ちゃんと。よし、こんな感じにしたら、まあ形を作ってから今度は二次発酵に入って焼きだね。まずは形を作ってこう成形します。はい、そしたらまあここに一番最初に使った純強力粉をこうバッてやって、でここにパンをドンってやって、生地をドン。ちょっと待って、いや、息が良くなっちゃったな、これ。
なんかこれこういう表現昭和だよね、いやいいなみたいなのが言うし表現あるよね、こういうのでいいやな。で、ね、まあ三つ折りにするんだよね、伸ばして。まあこんなのちょっとつけすぎるとあれだから、ちょっとふるって落として、ただこうやってよいしょって三つ折りにして、よいしょ、ただ今度縦に置いて、また今度こっち側からも三つ折りにして、こういうことね、こういう感じ。オッケー。で、この閉じたこの部分をこうやって、まあ、くっつけて閉じていく。よし。これでいいんだよね、多分。俺もちゃんと全部一人でやるの初めてだからよくわかんないけどね。こういうことなんでしょ？よし。なんか俺ちょっとね、発酵しすぎたのかな、なんか。なんかね、ちょっとね、起きすぎた。ちょ、さっきね、ちょっと友達とね、パフェ食べに行ってた。パフェ食べに行ったらちょっとね、桃の方が楽しくなっちゃって長話してちょっと発酵させておきちゃったかな。こんな感じいいの？はい、できた。そしたらこれをちょっと待って、どうしたらいいの、ここからちょっとで、ね、ヘルプ。はい、そしたらまあある程度こう丸い感じにほいほいほいってやったら、クッキングシートを持ってきて、ここに逆さにして、あ、もうこれ折り目ね、折り目を下にして置くと。まあ、本当はね、なんかね、発酵カゴみたいなのがあるんだけど、それに入れる、まあいいらしいんだけど、うちないんだ。だからこういう感じでいいかな。で、こっから二次発酵に入って、で、そっからまだ焼きに入るから。まずここでちょっと、蓋して、私乾燥しないように蓋して、まあ大体これが2倍ぐらいの大きさになるまで二次発酵をしていこうかと思います。まあ大体1時間から1時間半ぐらいでなると思うけど、まあちょっと今まだ寒いからね、だから、ちょっとかかるかもしれない。まあちょっと様子見っていう感じで、いってらっしゃい。ではまあいい具合に二次発酵も進んで丸くなった、大きくなってきたので OK、 はいと、よし。そしたら、まず軽く粉振るとなんか超いい感じになるらしいんで、ちょっと軽く粉振るわ。こんな感じだね。よし、 OK。 そしたらクープを入れましょう。クープはこの切り込みを入れるんだけど、クープはね、なんかクープ入れる用のなんかナイフじゃない、なんかローラーみたいなのがあるんだけど、持ってないから包丁でやるわ。結構ね、グワッといっちゃっていいらしいよ、端っこからこうグワッと。ちょっとあまり正解がよくわかんないから、こんなんでいいのかな。いや、全然ダメ、全然できてない。やばい、すげえ切りすぎちゃった、やばいやばい、なんかここら辺切りすぎちゃった。うわー、なんかやばい、めっちゃ切っちゃった。そしたらここから焼くので、とりあえずオーブンを、まあ、250度まで予熱して、でそこから焼くときは220まで下げて焼きます。なんかウォーターオーブンという機能があるオーブンもあるんだけど、まあ、うちはついてるんだけど、それない場合は霧吹きでシュッてやって中を湿らせて焼く感じだね。はい、予熱が完了したので、ちょっと鉄板ごと予熱したので、その鉄板を持ってきます。よいしょ。はい、鉄板持ってきたので、ここに先ほどのパンを、よいしょ、これちょいつって、これ感じだね。はい、オッケー。よし、焼き入ろう。だいたい25分ぐらいなんだよね。まあ、そのオーブンにもよるんだけど、25分ぐらいっていう感じですね。よいしょ。うちは25分でいきます。よいしょ。温度を250から220に下げる。はい、オッケー。210で下げたので、このまま25分間焼きでございますね。ちゃんとできるかな。できました。できたよ。ガチャンってやっちゃってすいません。どうかな、いい感じに見えるかな。よし、じゃあちょっと粗熱を取りましょうか、このまま。で、あとで切ってみよう。いい感じじゃない？まあ、粗熱も取れてきたので、まあ、ちょっと切って食べてみましょうか。さあ、どうでしょう、中は。ここら辺かな？よし、およやばい、切りベタになってる、切りベタだ。よいしょ。よし、なんか斜めに切ったらなんかすげえ変な形になっちゃった。
やばいやばいやばい、これはすごい変な形で切れてるかな、大丈夫かな、まあ、いっていっか、いっちゃいっちゃい、よいしょっと、はい、こんな感じでございます。いただきます。ちょっと香りは、うん、いい香りだよね。まあ、いつもの感じだと思う。多分いただきます。どうだろう、これは成功と言っていいでしょう。はい、成功でございます。美味しいね。なんかいつもの感じだと思う。多分あの奥さんが作ってくれてるパンの雰囲気に多分近いんじゃないかな。全然美味しくできたと思う。うん、いいんじゃない、できたね、なんとかできたわ。うん、もう俺はほぼ初心者だから、あのやってる工程がなんかめちゃめちゃな感じになってるとは思うんだけど、ちょっとね、あの本当にあちゃんとパン作りしてる方には申し訳ないんだけど、なんかまあ変な工程があったかもしんないけども、できちゃったっていう美味しいのできちゃったよっていうことなので、ねまあ本当になんかオーブンさえあればできるっていうことだね。あ、ちょっと時間かかるけどね、発酵したりなんだりって手間はかかるけど、でもまあ材料もシンプルでできるし、多分できると思う、誰でも。うん、なのでなんか自家製パン結構やっぱりあると便利なので、よかったら皆さん作ってみてください。うん、美味しくできます。まあうちは本当にワインとかを飲むから、その時になんかもうね、パンとなんかバターとかがあればもうそれだけでワイン飲めちゃうから、あなんかパテとかね用意しておけばいいから、パンはすごくうち食べるから、だからあの買うより家で作った方が全然いいやっていうことで、奥さんが作り出したらすごいハマってきたから、今回こういう風にちゃんと俺も作れるようになったからスキルアップしたね、俺もね、パンの。よし、これからどんどんじゃあいろんなパン作ってるのかな。ブランジェリューギオって言っちゃったから、第1回目って言っちゃったから、まあシリーズもシリーズ化されるかな。どうだろう、まあとりあえず美味しくはできました。なのでもしよかったら作ってみてくださいという感じでございます。今日もじゃあご視聴ありがとうございました。結構長々とした動画になっちゃったかもしれないけれども、ぜひよかったらパン作りやってみてください。初めてやった雪男でもできました。なのでできると思います。じゃあまたあのシリーズ化するかどうかわかんないけど、第2回もやるかもしれない。なのでよかったらお楽しみということで、チャンネル登録していただけたら嬉しいでございます。じゃあ、パンとワインで夕飯やるんで今日はこの辺でお別れでございますね。今日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。ブーランジェリーユキオでございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。